皆さんおはようございます。エフェボーチャンネルです。えー、本日は12月27日木曜日。えー、今週もねもう木曜日までやってまいりました。えー、本日も音楽と機材妄想を胸に元気に過ごしてまいりましょう。 さて、本日のね、新規初投稿は、えー、またちょっと読みにくいんですけど、K4、K-I、もう読めません。<laughs> K4 さん、K4 さんからのね、えー、ギター用の、えー、初投稿ですね、直列ボードをいただきまして、誠にありがとうございます。えー、歪みがね、すごいたくさん並んでいるんですけど、OD2 とかね、ターボオーバードライブとか懐かしいですよね。でもあの、レクティックとかね、えー、ライオットサーとかね、えー、こういうのも並んでいたりしてですね、なかなかに、あのー、この歪みが充実した直列ボードということなんですけど、えー、今回ね、ちょっと注目したいのがですね、この DT-10、えー、右上にありますね、これがですね、ちょうど今数量減 限定でで、えー、復刻してるんですよね、えー、生産完了になったはずだったのにですね、なんか好評を受けてなんですかね、数量限定で今、この、えー、年末セールでですね、かなりお店に並んでおりますので、やっぱりね、こう堅牢で頑丈見やすいっていう意味ではですね、やっぱりエフェボを見てもですね、かなりの、えー、搭載率なんですよね、今でも。で、あの去年のエ、えー、フェボアワードの1年間の集計を見てみるとですね、なんと、えー、コルグさんの中だけのシェアでいうとですね、えー、約3割がですね、DT10 で占めてるんですよ。信じられますか <laughs> 生産終了になって、確か2年ぐらい経つと思うんですけど、いまだにね、搭載されている ボードにはですね3割近くも DT10 が占めているということでですねやっぱそれそんだけやっぱ人気なんだな長く使うんだなということででさらにまたね今回限定復刻版ということでですね、えー、またさらにあのシェアが上がる可能性がありますねということで、えー、この冬ですね、えー、ペダルチューナーにもちょっとね注目していただいてですね、えー、ちょっと大型ですけれども堅牢なコルグのね DT10、えー、お店でね手に取って確かめてみてはいかがでしょうかということで、えー、本日も、えー、ペボの方ね投稿閲覧楽しんでいただきたいと思いますありがとうございました